はい、えー。皆さん、こんにちは。ちでございます、えー。ハイドライドやっていきたいと思います。さあ、セーブね。はい。違った。ごめんなさい。えー、ほいと。で、あのー、ハイドライドね。すごいコメントいただきました。もう、パート1ね。 いやー、ほんとあの、これ、皆さんのあの、青春だったんです。あー、喋ってたら見逃しちゃった。青春だったんだ。あー、しまった。青春だったんだなーと、つくづく思い、まあー、間に合わなかった。えー、つくづく思いましたね。いやー、もう私はね、ハイドライド実は、それほど深くやってなくて、もう3からなんですよね、私、ハイドライド3は。だから、ハイドライドの時は小学校だったかなーっていう気も。 回しましてで、えー、っと、まあね、いただいたコメントで、うん、やっぱりね、すごく、あの、懐かしいっていうコメントがね、多かったですね。うん。で、えー、っと、あの、いただいたコメントでですね、あの、MSX? うん、あの、まあ私、MSX、あの、カンニングしてるサイトがね、どうも88よりも画面がき滑らかっていうか、綺麗なので、 あの MSX2 かなという感じでお話ししたと思うんですけども、うん、多分 MSX2 のようですね、えー、やっぱりグラデーションが綺麗ですし、うん、でその時にもねその時にいただいたコメントの中でね MSX2 ターボ R まであんの <laughs> <laughs> ?MSX2 と2プラスぐらいは私知ってるんですけどターボ R なんてあったんだねしかもなんか ちょっとウィキで調べたら16ビットの CPU まで積んでたということで、いや、マイクロソフトさん力、力気合入れてたんですね。だそう思うとあのー何、あの、何あの、おお、しまった、ツッコミ早かった。Xbox の、うん、あのー、リリースや、ああいうゲーム業界に入っていったのは、まあまあ、それほどイレギュラーじゃないんだよね。どうしてもね、あの、Windows が、Windows っていうのがね、頭に、あの、ある人が、 まあ、まあ、多いと、世の中の人はほとんどそうだよね。マイクロソフト,ソフトって言うと Wind、Windows、Office。今だったらあれか、Office365 か、Cloud か。うーん、っていう感じがするんですけど。あの、まあ、元々はね、こういう MSX はゲーム機でしたからね。うーん。ただ、MSX ってどうなんでしょう。ひょっとしたら、一番売れたのって、日本で一番売れたんじゃないかなっていう気もせんでもないですよね。 まあ、もうアメリカなんかアップルでしょおそらく。うん。で、そのかなり、この MSX?MSX においては、日本がかなり尽力したっていう、日本のメーカーがね。日本のパソコンメーカーがかなり尽力したっていうのは、まあね、海外の MSX ブランドの PC なんて聞いたことないんだ、私は。うん。でね、うん、なのでそう思ったりもするんですけど、で、ターボ R っていうのまで出てたんだね。 1990年に出たみたいですけどね。いやいやー、ほんとね。まあまあ、ね、あのー、やっぱりゲーム、あのー、確か m b s x でスプライト実装したと思うんで、やっぱね、キャラクターの動きとかス、ね、スクロールとかは、もう88では、うん、追いつけない部分があったような気はするんですよね。うん。まあやっぱ88はね、まあこの頃からそうですよね。やシェア、うん、シェアがものをやっぱいう世界でしたね。 今だとね、あまりシェア取りすぎちゃうと、あの、ドッキンホとかね、引っかかっちゃうんで、でもまあ、特にこの、アプリシステムの業界で言うともう、ほんと、スタンダードになったもんが勝ちだね。だからあの、ペイメントでももうペ、PayPay イペイの、私は PayPay ペイペイ一人勝ちだと思ってるんですけどね。まあ、楽天とかもね、頑張ってますけど、やっぱああいうのはね、シェア取った方が、 そういう意味では、なんかね、あの、T ポイントもう、伝えのね、私もね、昔はね、伝え行ってましたけど、ここ10年ぐらいは伝え行ってない気がする。いや、もっとかな、15年ぐらい伝え、15年は行き過ぎか。10年ぐらいは伝え、もう行くのやめましたもんね。会員もか会員もだけ1年だったと思うんですけど、おレベル上がった相談、そんなこと言ってる間にレベルが上がりましたね。あのー、うん、もう、伝えもね、今、えっと、三井住友うんの VK V、V、あ、V カードか。あ、V ポイントか。うちのかみさんもね、あの、T ポイントのアプリ入れてたみたいで、なんかね、しれっと画面が変わ、ほとんど画面が変わらずに、ロゴだけ V に変わってんのって言ってましたけど、うーん、まあ、その時にかみさんとも話したんですけど、うん、やっぱりもうね、T ポイントっていう、あのね、 多分累計とか、トータルの人数は多いと思うんですけど、実際のアクティブユーザーっていうのは、もうかなり少ない気がするんですよね。なので、えっ、ー、と、三井さんもね、三井住友さんも VT ポイント、まあ、買い収めた、まあ、買収したかどうかわかんないんですけど、知らないんですけど、うん、あらら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 、あのー、うん、というような気がしますね。よっぽど、だから自信があったらね、 あの、もういつもの,あの V ポイントの,あの色にすると思うんですよ。コーポレートカラー。確かグリーンだったと思うんですよね。三井住友だから。うん。なの、なんですけども T ポイントのブルーだったっけをコーポレートカラーにしてるでしょロゴのカラーにしてるでしょコーポレートカラーじゃねえや。ごめんなさい。ロゴのカラーにしてますんで。これはちょっと夜明け入ったんだなーって私は勝手に思ってるんですけどね。あ、おーなになにな何になにか出てきたあ、敵の処理が変わったコボルトかな 確かこのゲーム、オークとかも出てきたと思うんですけど、セーブしとかないといけないね。で、データセーブ、これ間違えてリード、リードしちゃったら、どズボラハマるんでね。おー、で、ライフが50になったら、あ、迷宮の中のあの宝箱行けって書いてますね。だけど、この敵、勝てるのかなちょっと、対戦してみましょうか。あ、あとね、コメントでいただきました。あの、2画面ずらすと、あら、ローバーが、ローバーがフィールドにも出てくるようになった。あの、2画面、 ずらすと、これ大丈夫か。ちょっともうちょっと広いところでやっちゃいましょう。あ強いドブリンゴブリンどっちだああ、怖いのがいるね。強くなったねー。おお、なんか私のこ来てる気がする。おお、おお、でこの敵はやっつけれるよね。あ、あとね、あの、やっぱりね、 あ,あら,ららららら。やっぱりですねあ。あ、セーブしとこう。やっぱりですね。あのー、あれのようです。あのー、速いんじゃないっていう。4メガにしては速いんじゃないっていうお話をね。あのコメントでもいただいたんで、ひょっとしたら、うんちょっと、速いのかもわかんないですね。うんだってこれ、4メガダウンスピードだったらちょっとついていけないもんね。 まああのー、何度か何度言いましたけど、うん、あれゴブリンって書いてるのかなドブリンって私見えるんだけどあ経験値入ってこないやあこれ毒だっけ毒沼だっけあーとりあえずあそこに入りましょうかもう経験値多分ねローパーでは経験値が入らないと思いますんで入んないね <laughs> 痛い <laughs> さ何気なく痛いね ほんとこれ、どうしよう。ちょっと T&E さん、あの、テクニカルにしすぎだよ、これ。あ、そうか、探すだけだったら、あの、経験値入囲なんだったら、ディフェンドに、ディフェンスにしたらいいんだ。なら、やられることもないしね。ただ、あの敵だね。おー、怖っ。うん、目がついていけない。 これね、私思ってんのここであ来ないのかこれであ <laughs> 勝った勝った <laughs> あーでこれはあっツボが入るんだねあこの音はなるんだねでもね私思うのフェアリーさんが手に入った時はあれこれこれ半分ずらしてる時は アタックの方がいいんだね、きっと。来ないね。来ないかい半分ずらしてるときはアタックの方がいい気がする。さあ、まあ、こっちまで来たんで、うわぁ、ゴブリンだ。完全にこれ追っかけてきてるもんね。こうしてたら、あっ、来ないんだ。うーん。あ、あとね、 あの、無音っていう、あの、このゲーム無音ですかっていうお話もいただいたんですけど、あ、痛い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 たい。えっ、ー、と、一応ね、BGM ありますこのブツブツ言ってるのがね、あの、BGM っぽいです。あと、まあ、ポッポコポッポコ言ってるんで、これはビープで言わしてるんじゃないと思いますね。ブツブツは V1 モードでもするかもしれないですけど、このピポピポ言ってるのは多分、これはまあ、あビープじゃなくて、 えっと、FM 音源か、なんでした、えっけ、と、?PSG でしたっけあの手の系統だと思うんで。で、あ、そうだ。えっと、じゃあ次何すんのですね。えっとね、ツボを取ったら、あらら。ああ、あのね、 迷宮を探索しろってさ <laughs> お。あ、どうだったの今。今、半水らしてたんだけどね。アタック切り替えるの忘れてましたね。で、あの、このゴブリンみたいなの経験値入んないや。いや、ひどいな、これは。経験値入んないね。入んない敵が出てくるってどういうことなのと思うんですけど。 えっと、な、ディフェンスにしとこうか。でね、ウォー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 ウと、こんなんだいあのね、んヴァンパイア倒せるんだってさ、ああ、そこか。ここだね。はい。 ちょっっと待ってね倒せ…ヴァンパイアあここじゃないのか分かった分かったで、あの暗闇をあの暗闇をあの行けるようにするんだあでも経験値入んないから倒してもちゃわないねでヴァンパイアがどこにいるのかって話ですねああでもそう考えたらよくできてんなこれやっぱりあと自分のとこに帰らないといけませんね どこだったかな下いや上だなこっちの上ですねいやこれよくディスク1枚に収めたね T&E さんあ違う違うここじゃないこれディフェンスにしてたらヒットポイントもね早く上がるんだったらいいんだけどね <laughs> 腹立っちゃったから今やっつけちゃったけど経験値入らないんだよねお あとね、あと私、このワスプ <laughs> あの、このコメントでいただきましたけど、私も序盤で、フェアリー取ってたんだね。それを気づかなくて、序盤で何の苦労もせずフェアリー取ってたんですけど、それに気づかずにですね、あのー、リセット、ロードし直しましたね。あれ自分のとこどこだあれ 白右だと思うんですけど思ってたんですけどまあこれループするんですよねあここまで帰ってきちゃったえー、よかったかなーおおいてってアタックにしてて横に突っ込まれたらめちゃくちゃ痛いねあだダメだ全然覚えれてないわあのゴブリンドブリンゴブリンわかんないんですけどあれは明らかにもう私追っかけてきてますね えっと、2画面ずらせば、その敵出てこなくなると。あれれれれれあれれれれれれん一番最初の私のあ…あれここだここだここだこここここれれよし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 れよしれれ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 おれおれ追っかけてきてれれれれ ここで、セーブしておきましょう。じゃあ入りましょうね。ほい。あらあ、ずれてる。ここですね。これおそらくですね。ああ、無視してくるのか。あのー、あ、いたわ。彼を倒さないといけないみたいです。どうも。あ、彼ランダムか。 出てくるのランダムなのね。ついえ。あ、でも倒しかけてるわ。これは半キャラずらしたらいけるね。あ。さあ。うん。うん。これ間違えて重ねたらまずいんだよね。 これ後ろでね、<laughs> さりげなく流れてるんですよ。<laughs> チャラ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 みたいなが流れてるんですよね。1番。で、で、ここで一応セーブしときましょうか。で、ここで、半分キャラずらせばいいと思うんです。半分キャラずらしで当たれば、こんな感じ、こんな感じ。だ今、ディフェンスだったね。 おーちょっと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 これで待とうかほらえっ、ー、まあいい時間になりましたね負けるのかあだからあれかスペースキー連打しないといけないのでもこれ分かんないよねタイミングがというわけでじゃあこの辺で終わっておきたいと思いますどうもありがとうございました